こんにちは、エリンです。In this episode of Nihon New York, we're going to interview character designer, illustrator, and creator, Yoshitaka Amano. Amano is known for his work in the Final Fantasy series, various anime by Tatsunoko Production, along with Sandman and Dream Hunters, co-presented with Neil Gaiman. So let's go! 行きましょう！3年の時に幼な友達が、僕静岡なんですけども東京に住んでましてそこに遊びに行ったんですね。そうしてその近くにタツノコプロダクションというのがあってそこに見学に行ってでなんかついでに絵を持って行ったんですね。それで採用されてしまったっていうすごいこのなんだろう全然こう将来の足を越しようとなくてたまたまそれで、タツノコプロっていうところに、それから入ったので、それがアニメーションの会社で、そのまま、それが仕事になってしまったっていうことなんで、そんなに子供の頃、絵はもちろん好きだったんですけども、具体的なものは全くなくて、本当にこう、偶然というか、自然というか、わかんないんですけども、でもそういう、のがきっかけですね。興味は変わらないんですよね。自分のこう描きたい世界っていうのかな、好きな絵とかね、それは変わらないんで、ただ仕事として考えると、例えばコンピューターゲームは昔なくて、アニメーションっていうのが一番こう最先端だ。で、それからコンピューターゲームがこう出てきて、それでその、ファイナルファンタジーっていうのを初めてやったものが、ゲームだったりとかして、だからなんかやっぱりこう、自分の作品というのは、時代とともに言ったら変ですけど、常になんかこう、新しい、その、ジャンルというか、そういったものにこう、関わってるんですかね。意識的に新しいからっていうわけじゃないんですけども、なんかこう魅力的なものっていうのはまだこう、よくわからないものっていうものに関して、こう、興味が出てきて、それにこう、携わっちゃう。そうすると、今までやってきてた周りの人たちとは大概反対するっていうか、よくわかんないわけですね。でも、なんとなくでも、自分にとっては面白そうだなと思ってやったのが、たまたまそれがこう、どん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 広がっていったり、僕の作品がどうのこうのっていうよりは、その、ジャンルが、なんかこう、新しくできたジャンルがこう広がっていくから、それに乗じて僕の方も、どんどん広がっていったのかなと思いますね。独特って自分じゃわかんないですよ。人と比較して独特なのかわかんないけど。多分、僕、どっちかというと、こう、日本の伝統的なものは、あまりこう、好きじゃないかったんですね。なんかこう、日本臭いのはね。で、なんか西洋かぶれしてて、なんかアメリカの、こう、例えば編み込みとか、西洋の方の、美術とか、アルヌーボーとか、そういったものにすごく興味があって、そういうものをこう、好きで描いてたんですね。でも、面白いのは、西洋からすると僕が描いたものは東洋に見えるんですね。それで東洋の、東洋というか日本からすると僕の描いたものはやっぱりその、どっちかというと、西洋っぽいですね。だからなんかね、ちょうど中間にあるような感じ。だから、それは別に意識してそうじゃなくて僕は日本人なんで、いくら西洋のものをやったとしても、やっぱり日本だと思うんですね。で、日本っていうのは、あんまり日本自身は僕がね、いろいろ勉強したりだとか、着物がどうとかね、伝統的なものってあんまりこう詳しくないし、なんですけど、なんとかやっぱりこう、なんか日本人だからもともと持ってる感性みたいなものが、多分出ちゃうんですよね。それは外国人にとって、
海外の人から見ると多分日本的なのかなと思うんですよ。でも僕はあんまり意識的に日本というのはどっちかというともう出せないように言ってたんですけど、でもなんかこう匂いじゃないけど癖みたいなもの出ちゃうんですよね。それが多分こうある意味独特かどうかわかんないけど、一応そういう僕なりの世界があるのかなっていう感じですね。いや自分じゃないけどね、ただ自分はすごい好きなんですよね。誰かの絵もいろんな絵が好きなんですけども、やっぱり自分が好きな絵を好き、まあ、好きな絵というか好きなイメージをこうなんか絵でこうその自分のイマジネーションに近いものを絵でこう表現しようとしてて、その繰り返しではあるんですね。だから一枚じゃ表現できないんで、まあ、何枚も何枚も描いてって表現してって、それが旗から見たら多分そのアマノワールドとかそういうふうに見えるのかもわかんないんですけど、僕としてはなんかこうなんか見えない世界っていうかね、こうなんかもやっとしたものがあって、それをこう表現していく一枚一枚ね、まあそれとそれを例えば映像にしたりとか、なんかいろんな形でこう人にこう、まあ見せるというか、こう表現するというか訴えるというか、それがないと頭の中だけで想像してても誰も分かんないわけですよね。何かの形でこう世の中に出さないとね。でそれがやっぱり僕の場合は絵を描いたり、最近は立体もやるんですけど、だから頭の中では立体なんですよね、こうイメージっていうのは。それを絵にする。だから今度はまた立体を作るとかっていうもの、そういうのを今やってますね。ただね、作りがいは絵と違いますから面白いんですけどね。ただ立体は絵ほどまだこう手が慣れてないので、なかなかイメージ通りにはいかないんですよね。絵はまあこう大体イメージしたものは表現できるんですけど、立体と存在しちゃいますから、ただ存在する面白さっていうのがあるんですよね。だからね、僕はもともとアメコミが大好きで、若い頃模写とかしてましたから、なんかそれがこちらで仕事として成り立つっていうのは、まあ純粋にすごいこう嬉しいことですよね。だから別にこうアメリカ人とか日本人とかって全く意識なくて、ただそのアメコミというか、まあ正確に言うと僕の場合はアメコミではないんですけどね、ビジュアルブックになるんですけど、なんかそれ表現できるっていうのは、なんかこう夢というか、子供の頃からの子供ではない若い時の夢が叶ったみたいな感じで。